福屋福屋八丁堀本店、福屋八丁堀本店、東館、福屋八丁堀本店、別館、福屋八丁堀本店、南館、福屋八丁堀本店は、広島市中区恵比寿町にある百貨店。広島県地盤の百貨店、福屋の文字通り本店であり、ご郷広島店と共に、広島を代表する百貨店の一つとして知られる。 売り場面積28,620平方メートル、地上12階、地下3階。1929年8月に開業した福屋が、1938年に、現在地に新店舗として開館。店舗棟は、本館、東館、南館からなり、い通りを挟んで、反対側が事務所棟の別館となる。本館は1945年原爆により、被爆しており、 現存する被爆建物の一つである。現在、東館がある敷地には、東館ができる前には、小築系の映画館の建物があり、1975年6月1日に、福屋と映画館の複合建物になった。建物ができたことで、店舗面積が約2200平方メートルから約24000平方メートルに拡張された。東館開館当初は、 一階から四階を福屋として使い、福屋の店舗スペースは狭かったが、順次現在の面積に拡張された。五階以上は、当初は西武百貨店、後に阪急ファイブが出店する予定があったが取りやめになり、しばらくは会議場として使われ、その後、福屋の売り場になった。東館が開店した同日は、祖号広島店、天馬屋広島店、三越広島店が、 店舗拡大を行っており、同月21日には、ハイライフプラザ第一産業本店が開店している。2011年10月13日には、東環球会に、その高層立地を活かし自然光を取り入れた撮影が、できる福屋八丁堀本店写真室がオープンした。店舗のある場所は、西側には、広島金座街商店街、 南側は、恵比寿通り商店街に接している。また、東側は、中央通りを挟んで、天馬や八丁堀ビル、三越広島店がある。また北側は、あいおい通りを挟んで、福屋別館の他に、東急ハンズ広島店がある。店舗内に設置されていた、広島福岡内郵便局は2020年10月1日に廃止された。東館のある地には、 2008年まで100年近くに渡り、小竹系の映画館があった。東館8階には、小竹系風切り館の小竹東洋座と独立系の風切りなどを主に上映した広島名画座が設けられた。東館全面会館に先駆けて、1975年4月26日12時、会場12時30分に上映開始した。広島県内で、 唯一の松竹系の映画館だったが、2008年4月30日に閉館した。松竹東洋座は1916年に創設した日本館が前進。1950年に改築し、東洋座と会称。ミソラヒバリなどの歌謡賞が行われていた時期もあった。その後松竹の風切り館となり、男は辛いよシリーズをヒットとした数々のヒット作を上映してきた。 以前の建物は1972年11月まで使われた。閉館期間中は広島スカラ座が小築の風切り館業務を行っていた。広島市内の小築系作品上映は広島バルト11及び109シネマズ広島が引き継いでいる。小築東洋座の閉館後、しばらくはそのままの状態で空き家だったが、2010年に上波級により映画館、 八丁座にリブランドされた。広島駅ビルの建て替え後の新駅ビルに、小築マルチプレックスシアターズ運営のシネマコンプレックスが2025年春開業予定。広島市内に約17年ぶりの小築系映画館の復活となる予定。写真中央の高い方の建物が福屋。1946年本館は1936年5月着工。 1938年4月竣工。設計は渡辺人志、思は藤田組。竣工当時は鉄骨鉄筋コンクリート構造地上8階地下2階、建物面積のべ3322坪。当時としては珍しく全館冷暖房設備され、外装は炭鉱色のテラコッタを貼るなど豪華な建物で白亜の伝道王ともてはやされた。 太平洋戦争に入ると剣道な建物のため、大日本帝国陸軍に接収され売り場は縮小。建物のほとんどが陸軍や国の出先機関で占めるようになった。戦争末期には、外面全体に空襲対策として黒褐色のペンキで塗られている。以下、当時入っていた主な機関である1945年8月6日、被爆。 爆心地から約710メートルに位置した。爆風と熱風により窓は吹き飛ばされ、外角を残して内部全焼した。従業員の被爆死は31人、うち店内3人。同月8日から臨時野戦病院として、同月17日から約1ヶ月間2.3回が、死により臨時伝染病病院として使用された。終戦後、2回は GHQ により接収された。 同年10月頃から復興開始し、翌1946年元旦から1階の1区画で立ち飲み屋を開店し営業再開した。同年2月には1階全部を業者に賃貸し、食料品、仏壇、陶器などを扱う業者が開業した。1950年新中軍接収解除。1953年6月全面復旧。1956年10月第一次。 増殖、1964年10月第2次、増殖、1972年9月に以前あった、富士銀行の敷地を使い、第3次増改修工事が行われ、外装のテラコッタも復元された。被爆したテラコッタの一部は、現在道路向かいの福屋別館に保存されている。1974年本館第4次増床工事、2008年9月に南館が開館し、 現在の地上12階地下3階の建物となった。現在、八丁堀交差点を挟んだ対面に、市により原爆被災説明板が設置されている。金座街商店街側より撮影。戦前建築部分とアーケードにズレが生じている蒸気の通り、本館の一部のみが戦前に、他が戦後に建てられた。その本館の一部は、正面のあよい通りに対して平行ではなく、 ずれた状況で立っている。これは立てられた当時のあいおい通りに対して平行に立てられたためで戦後に通りを拡幅した際にずれる形となった。なお戦前のあいおい通りは広島城の外堀を埋め立てて整備されたものである。ことから本館は広島城の旧外堀に対して平行に立っていることになる。ありがとうございます。